それから外から見える部分ですね、目とかそれから唇とかこういうところは外側に出てるところですから、外敵なんかいろんな雑菌なんかにも侵されていくようなところですから、乾燥もしやすいですよね。で、乾燥しやすいということはやっぱりお肌の状態が良くない、髪の毛も全てそうですけど、爪とかね、そういうところなんかも外側ですけれども、やはり乾いてくるということ自身がこれはもう危険な信号なんですよ。なので外が乾くということは骨も乾いてます、筋肉も乾きます、臓器も乾きます、血液も乾いている、脳みそも乾いているということなんです。乾くとどうなるかというと縮みます、身長が縮んでくる、年を取ってくると骨が縮むんですね。脳みそも縮みます、硬くなります。硬くなるとやはり頭が硬い方ね、あの方というふうに言われるのは、あの人頭が柔らかいわっていうことはちょっと賢いわっていうことの表現ですよね、まあ、そういうことでは皮膚とか外側っていうのはですね、やはり内臓の鏡であるということなんですよ。だからクリーム塗っていいわとかね、目乾いてるからちょっとこうなんかこう目薬しとくかとか、こういうふうな考え方でもね、対症療法だけでまずそれやめたら、まだリップクリーム塗ったりとかしてもまだ乾いていく、どんどん乾く。それは危険信号を教えてくれてるなということを考えてみればね、なるほどそうなのかと。だから外側が乾いてる人は胃も乾きますよ、腸も乾いてます、便が出ません、胃が乾きます、胃が乾いたところに胃酸がドーンと出ます、ヒリヒリヒリ痛みが出る。だからそういうところでこういろんなところで発信しては危険を言ってますよね。頭が痛いが痛み止めではないんですよ。頭が痛いっていうことはどういうことなの、酸素がいってないんです、血液がいってないんですよ。そういう危険を発信してくれてるからこそ、どっか悪いに違うから、そういう時こそね、やっぱり栄養なんかをしっかり、何を食べたらいいかという時、こういう時はどうしたらいいのかっていうようなことなんかも覚えておいた方がいいと思います、まあ、そういうことでですね、私が、まあ、この仕事をさせていただけるのはやっぱり命があってこそだと思います。なので、感謝の形をですね、その形を会社を作ることにいたしました。でそれはですね、まあ、先ほどの会員でも少しお話しさせていただいたんですけれども、まあ、自分が本当に体の調子が悪い中で子供を産んだ、その子供が難病という、指定の腎臓病だと言われた時には何のことを言ってるのかなというような、そういうとこ、それまでは私はそうですね、皆さんと同じように普通に暮らしていたと思います。だけど突然そういうことになって、でどういうふうにして生きていけばいいのか本当に分からなかったです。だけどお医者さんで手術をしたりとか、それからお薬があったらもしかしたらその道を多分行ってたと思います。だけど一切何もすることができないんですよ、という腎臓病というのはね、体の中の老廃物を出せない、まあ言えば毒素を出せないから、それが体の中でぐる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 回ってしまうので全身病になってしまうということになりますと、それが悪いものが出なくていいものばっかり出ていくんですよ。栄養成分ばっかりが出ていって、おしっこが濁っていきますね。でどんどん栄養成分が出ていくし、体の中で毒気、だから死の病気だと言われました。そんなこと言われてどうしてどうしようって、だけどじりじり来るんですね、じわじわと。なので何にもできないから家で行っててください、歩かないでください、走らないでください、そういうことしか言えないの。その時に自分の腎臓を渡していこうかなと思っても、自分も腎臓が悪い、これ遺伝なんですよ。でこの遺伝っていうのはどこからの遺伝なのかというと、やっぱり
皆さんもお母さんがあの子宮の病気がだったらやっぱり子宮の病気になりやすい、これはねもう体質遺伝で、あの遺伝子の状態ですから、やっぱり遺伝というのはあるんです、はっきり言って。なのでやっぱりうち自分の母親も腎臓病でした、やっぱり。なのであのこの体質を変えていくっていうことがどういうものなのかって、体質変えたいわってよく言われると思うんですけど、ここのところもやっぱり腸なんですね。でですね、まあ私がどういうことから始めたかと言いますと、やっぱり食事療法ですよ。食事、とにかく体にいいことをしていこうということですね。まあそういう人たち、健康のまあそういう先生方たくさんおられます。大概その先生方も皆さん自分の体がもう本当にそういうところから這い上がってきてやっておられる方も結構、まあいわばそういうことがあったからこそそういう道へ歩めたから私は今感謝してます。そういう病気に慣れたことに対して、慣れたと言いますか。だけどそうですね、食事をしててもちゃんとやってるんですよ。で今日こんな食事ダメですよっていうこととか、それからいろんな病気の方々があの食事をされてる、ことなんかもお話ししますけれども、本当に一般的に体にいいというようなものを食べている方でも病気になります。まあ、例えばですね、私のところに結構いろんなご相談される方結構多いんですね。食事から私は聞きます。そういう便の状態、おしっこの状態、カウンセリングシートっていうのは一度書かれたことあるかもわかります。またこれからも書いてくださいね。私はそのカウンセリングシートでその方を見なくても大体どんな体の調子なのかというものが見えてきます。なのでいろんなアドバイスをさせていただくんですけど、結構皆さんちゃんとして食べておられるんですよ。朝はご飯、味噌汁、納豆、昼間はおそば、サラダ、煮物、夕ご飯は魚、ね、納豆、野菜炒め、野菜天ぷらとか、こういうふうにね、ちゃんとお野菜も食べてるし、お魚も食べる、肉はあまり良くないし、結構梅干しも食べてるし、お漬物もちゃんと食べてるよと、朝はヨーグルトよと、健康にはものすごく気をつけ使ってます。だけどみんながんになっていくんですよ。今2人に1人がんですよ。本当にがんのご相談というか、がんだらけだからもうびっくりするぐらい、これがんにならないようにしていくのって大変だなと思います。今大丈夫かなと、本当に世の中どうなってます。ご飯これだけいいものがあって、で医学も発達してるはずなのに、なぜこんなにがんが多いんですか。特に20代30代の人のスキロスが、あの泉さんも一瞬のうち1年以内に死ぬ病気、これにかかったら多分止められないんですよね。えこの食事、大概みんなさんこんな食事してるんです。さっき私が言ったご飯って最高でしょ。それ自身食べてない人いるじゃないですか、チーンとかね。今ありませんね、チーンとしたのあげなくてもとか、なんかいろいろあるじゃないですか。いやそんなん食べてませんよ、私はちゃんと煮物ちゃんと食べてますって言っててもですよ。だからね、本当に私が克服するしたことっていうのはね、本当に失敗も失敗しながら失敗しながら失敗しながら、やっとこれかな、あれかな、あれかな、これかなって思っての人体実験じゃありませんけど、本当にもう自分の身内まで巻き込んで臨床実験やってきました。本当にだけど、いろんな本を読んできました。いろんなところにも行きました。世界行って、それも必死ですよね。世界では医者も薬もないところがいっぱいあるんですよ。そこでどうやって病気になってる、病気を治してるのかなね。だけど腸内細菌に出会って、ああこういうことだったのかっていうことから、自分の人生のところから、まあ長い冬が終わり、雪解けになり、春が見えてきて、克服ができ
できることになったのは、いろんな意味で人間の体というものをいろんな勉強をして、そして世界中、それから歴史ですね、紀元前5000年前ぐらいにエジプト時代ができたという、5000年前、まあ中国4000年という、そういう何千年も前からやっぱり人間はどうやって暮らして、どうやって生命維持をしてきたのかと。あのウイスキーでオールドパーって知ってます？オールドパーっていうあるんですよ。オールドパーなんか分かんない、オールドパーっていうね、ウイスキーがある。あのおじさんなんかひげがこうやって生えてる茶色の瓶で、まだ探さないといけない。あ、このおじさんか。あのおじさんって150歳まで生きたよね。で、100歳の時にね、女性が好きでね、100歳の時に強姦してしまう。ついつい美しすぎて抱きしめてしまう。なんかそう捕まりますわね、100歳ってですね。それでまあ何年間入ってあったんですよ。でまあ出てきて150歳に生きられたっていうぐらいですけど、昔の人って長生きしてたんですよ、結構歴史書を見ると。で早い人もなあのいますでね、まあ、もっと向こうから言うと、地球ができたのが46億年とかっていう、うん、奥ってどんなんっていう感じですよね。でその頃からずっとまあずっと来て、10億年ぐらいになってくると、10億年前ぐらいにやっとなんか生物ができたんですよ。生物がその間はもう死の世界です。マグマとこなんです。で10億年前ぐらいからやっと生物ができたので、1億年ぐらい前まで、10億年前で1億年ぐらいのこの9億年の間、生物ができても腸しかなかったんですよ。目もない、手もない、足もないっていう感じ。腸だけで動いてる、まあ、一つの単細胞。だから腸っていうところはやっぱり脳みそでもあり、もう腸内細菌学では脳みそここについてますけど、これ触覚と一緒で、目があってこう触覚と一緒なんですけど、本当の意味で脳が死んでも腸が生きてたら脳死っていうのは認められたんでしょ。腸っていうのは生きていけるんですよ、腸だけで。これはどこの生物でも一緒。その1億年前からやっと目、こう触覚ができたりとか、手が出てこうなんかこう つまむようなものベーッとつまんで食べれるようになったりとか、ヒレができてこうどっか行くのかっていうようなことになって、まあまあそのそうなってから、そうですね、いろんな生物が出てきてて、でマンモスなんかも大きいのが出てきたりとか。でも地球もそこでものすごく冷えて、生物が生きられないような時代がまだ来て、全滅、一旦死ぬんですよ。でそれからまたね、気温が上昇してきて、また生物ができてという繰り返しで、ですけれども人間が生きたなあいう、あの歴史が残っているのはエジプト時代とかね、その時代なんか先ほど言いましたみたいに、どうやってそしたら、風邪ひいた時に、その時代から風邪もひくでしょうしね、傷もするでしょう、こけるでしょう、その時傷ができた時にどうやって治すのかっていうような、そういう歴史の中をずっと勉強してきた。そうするとね、700年ぐらい前ぐらいに、やっぱりそういう植物を使って、全てが植物が薬だったわけですよ。植物を使って、だから柳の木の皮を煎じてね、くつくつ炊いてお水で炊いてすると、それ飲むと胃の痛いのがなくなる、胃も治ってしまうっていうのは歴史の中であるんですね。だけどそれを700年ぐらい前にアラビア医学みたいなのができて、それとその柳の木ばっかり切ってる場合の、切って煎じるということがいかに大変かっていうことではですね、それと同じようなものを作り出すわけですよ。柳の木の成分をしだいで、てそしたらこういうものがたくさんある。だいたいね、柳の木の中にたくさんの成分がありました。分析、そうするとこれ
けど、ほとんどが多分こんなもんだろうという成分がアスピリンとかね。でこれと同じものを合成したわけです。だけどやっぱり薬というのは副作用がついてくるというのはやっぱり合成のものとそれから本物のものとかね、全然違うということですよ。やっぱりその中にはそう副作用とかっていうものはやっぱり植物の中にはないんですよね。ないと言いますか、それは量的なものもあるでしょうけれども、毒素になるようなものもあるでしょうけれども、だからやっぱり合成品はどこまでいっても合成品であるということで、その同じものバラの香りでももう今スーパーとかで、この間スーパーかなんかどっかのバラエティショップに行った時にナンバーワンに売れてるシャンプーがバラのシャンプーだったんですよね。バラ入ってるのかなって、バラは入ってないでしょ。バラも合成品ですよね。ポンポンするバラ、トイレのピコレみたいな感じの、その合成のね、バラの香り、バラの香りかなこれって。私はもう本当のものしか匂ったことがないのでね、こういうダマスクローズとかね、なんですけど、合成のバラっていうものを信用、これがそうなのかなと思う。やっぱりね、上手に作りますよ。日本は世界も発達していくと、その合成の松茸の香りもね、上手に作るでしょ。だからこう、うちはこうやってやってると松茸の香りがファーッとなって、だからもうそういうことに対してはものすごくやっぱり発達していきますよね。だから食事もね、おいしいなって、もうこんなおいしいものってこうハンバーグとかものすごくおいしいものほど添加物が多い。でもね、おいしいものはね、もう上手に作れるんですよ。味というのは味を作れるんです。香りも作れます。でも最近では洗顔なんてもう怖いのが出て本当に怖いなと思うのが、もう洗顔してしっとりするなんていうの、しっとり洗顔とかで本当にしっとりするらしいですよ。値段も600円から700円ぐらいでチューブから出てきてやると、もうものすごく、そういうものを使ってるとどうなるかっていうのは、その人の皮膚っていうのはもう本当にもう洗顔でしっとりするっていう薬剤を入れていくばっかりで、根こそぎガサッと取ってしまってるのに、全然ね取られた感じが全くなくて、もう敏感だろうが何だろうがめぐれてても全く感じない。でそういうものがなんていうの、コンビニとか行くとね、もうアトピーの人でも使えるような、誰が使っても大丈夫っていうようなものっていうのは、何が入ってるかっていうと、やっぱり殺菌するんですね。殺菌剤が入ってると、アルコールとか殺菌剤が入ってるとね、もうそういう何も感じない。薬剤が入ってると何も感じない。そんな時代になってきたなと思うんですが、そういうふうに世の中がどんどん変わってきて、なのに発達してて、お薬もどんどんできてきてるのに、なぜこんなに病気が多いのかなとは思いますね。だから世の中の人たちがその求めるものというのは対処療法で、今こういうふうになってるけど、こうな痛みを止めたい、痒みを止めたい、まあ、その対処療法ではその体というのはやっぱり健康を維持することは私はできないと思うんですね。で人間の体というのはそしたらどういうことなのかというと、やっぱり自然治癒力というのを持ってます。人間の体はそこでバターンとこけて、運動会でこけて血だらけになって、戻されるんです。皮膚というのは一番免疫力が高いところです。皮膚常在菌がいっぱい出ましたら、子供でもすぐ治る、パッと傷があったらピッと止める、早く治そう。だけどその治すのでもやっぱり、まあ、1週間2週間ではなかなかね、やっぱりぐるぐるぐるしてるうちにまあまあ1ヶ月ぐらいかかるでしょう。やっぱり28日間ぐらいかかるんですよ。なので人間の力を最大限に上げていくっていうことが、やっぱり治癒力を上げていくのではないかなと思いますから、人間の治癒力を最大限に上げていく食事療法というものを、見つけ出してですね、自分で自分の体を治す食事というのは、
は食事を食べて生きてるんです。食事を食べてるから子供は身長が伸びていきます。食事を食べてるから体大きくなるんですよ。骨もだんだん大きくなるでしょ。ちっちゃい子供がどんどん薬飲んでません。食事ちゃんと飲んでます。だけどお姉ちゃんと妹となんか同じもの食べさせてるのに、お母さん同じもの食べさせてるのに、なんでこんなに虚弱体質と健康だ、お姉ちゃんものすごく元気、妹はものすごく虚弱体質っていうところなんかもやっぱり腸っていうところは大きく関係してきます。もう確実に。でその腸の中がやっぱりあってこそ、腸があってこそですよ、人間は健康が生きていける。で腸の中の善玉菌がの量というのはお母さんからもらった腸内細菌、お母さんが年をいってから産んだ人と若いうちから産んだ人というのはやっぱり腸内細菌層の量は違います。なのでお母さんがやっぱり二十歳で産む人と40歳で産む人とではやっぱりこの辺から違ってくるっていうことになってきますね。それからお母さんが病気で腸内細菌層が非常に低い人もこう寿命に関係してきます。でこの寿命ですけども、やっぱり長寿家系、短命家系っていうのはこれはおばあさんが100歳以上、100歳、まあ言えば、金さん、銀さん、 あそこの家系は長寿系ですよね。だから娘さんも4人兄弟も80歳以上ですよね。まあ金さん、銀さんだけじゃなくて、昔はね、こう集団家族って大きかったの。今はなんかね、夫婦2人とか子供と3人家族とか多いですけど、昔はもうおじいちゃん、おばあちゃんもみんな一緒に暮らしてましたから、やっぱりそういうあそこの家系はな、あそこの家系はなっていうので分かるんですけど、やっぱり短命家系はやっぱり50歳ぐらい。でそれはどこかというと腸内細菌がもう悪玉菌だらけなんですよ。まあ、善玉菌いなくなるという。でこの善玉が少なくて悪玉が増えると、これはもう食べるもの全部腐りますから、毒素に変わるしかないんですよ。食べても毒になってます。毒を体中に入れてるようになりますから。なので、その横に肝臓があるんですね、肝臓が。だから、これ毒素を肝臓が解毒しないといけない。で、この解毒をして、しないとそのまま毒素が体中にガーッと いかれたらもう体中病気だらけになるわけですよね。なので解毒を肝臓がするわけですね。だけどこの肝臓が解毒ができなくなって腸も悪い菌ばっかりになってしまうと、もうこれでもう命は終わりです。だから手とか足とかこうついぶら下がってるこう頭とかこういうのは腸があってこそ生きていけるわけですよ。腸があるから酸素が送られるし、栄養も血管で届けてくれるだけで、腸で食べたものがどうなってるかが問題なんですよ。だから私とか私の娘は どこが悪かったのかって腸なんですよ、肝臓なんですよ。肝臓、劇的に悪かったですね。で、肝臓があるから毒がもうどんどん腐敗なしてるものがあるから、こっち側の腎臓まで行かれてきたということになりますね。腎臓にゴミが多く、もう毒素だらけな、毒ばっかり、毒を排泄しようと思うと、もうだんだん炎症になってきますよね。なので、今の医学というのはですね、腎臓なら腎臓のことばっかり考えるわけですよ。肝臓だと肝臓のことばっかり考えるけど、ホルスティック的に考えていかないといけない、全体的に考えていかないといけないということになってくると、人間の体は腸があってこそ、腸でこういうものを作らないようにしていかないと、栄養を与えていくのと毒を与えていくのかっていうところに2つに分かれるわけですね。まあ、こういうことに気づいていくわけです。そして腸内細菌っていうもの自身が何大事かっていうところで、まあ、結果を出してきたわけなんです。まあ、そういうことでですね、
腸内細菌っていうのは、人の腸内細菌っていうのはどこにたくさんいるのかというと、腸は小腸大腸っていう、小腸大腸という2つの腸がありますね。全体的に腸を見てみましょうか。腸の全体的なところがあるんです。このようなところで腸を見せてください。まあ、今日はね、ヨーグルトを皆さんね、食べて、ヨーグルト何のために食べてるか、やっぱり腸内細菌、善玉菌が認知症かなと思って食べてると思うんですけど、何からできてるか知ってます？ヨーグルト、ヨーグルト何からできてる？牛乳、そう、ね、牛乳発酵菌。まあ、ヨーグルトの話をではないんですよ、今日はね。お腹、人間のお腹の中に宿ってる菌というのはですね、お母さんからもらいますということ。どこからもらうか、産道か、産道でほとんどもらいますね。で、栄養はおっぱいからもらいます。白血球とかっていうのは腸内細菌、ここにお腹の中に善玉菌っていうのがいますけど、白血球っていうのは悪い菌が生きてると血管の中でカッと食べていく。がんウイルスだろうが、インフルエンザだろうが、ノロウイルスだろうが、バッと食べていく能力、白血球って言います。で、この白血球っていうのは腸の中で作られてるわけですね。善玉菌がたくさんいてたら白血球も作ります。だから免疫というんですね、白血球。まあ、こういうふうに善玉菌が多い人と悪玉で、善玉というのは酸ですから、ものすごい強い酸ですから、 pH1 ぐらい、塩酸ぐらいのこう酸を作ってるんですよ。胃酸も塩酸ぐらいのクラスですね。 pH1 ぐらいですけど、この雑菌を絶対入れないっていうところでは酸を。で、毛穴の中もそうですね。毛穴の中もすごい善玉菌がいますから、毛穴からの中、ここから雑菌が入らないように、もう毛穴の中でこうやって住んで殺してくれてるわけですね。だからそこにですね、その善玉を殺す、もともとお母さん、まあ腸の話で言えばお母さんからもらった善玉が少ない人と多少はあると思います。多少はだけど、やっぱり元気で生まれてきても、こういうたどる運命であったんですけれど、これを殺す、これを殺すような薬剤を、例えば抗生物質とか薬もみんな殺菌ですから、何回も何回も取っていくと、やっぱりこういうふうなことになるでしょうね。寿命は短くなる。特に抗生物質は、抗生物質っていうのは何のために飲んでるかというと、世界中でも抗生物質ばっかり飲ましてる国っていうのは日本ぐらいですよね。もういい具合にやめなあかんないですよ。もう国は十何年前から抗生物質は飲んではいけないっていうことを言ってるんですけども、皆さんが熱を下げたいから、熱を下げるために飲むんです。学校に行けない、仕事に行けないっていうことね。熱を上げるということは、この人たちが熱でばい菌を殺すんですね。ウイルスを、ウイルスが入ってきたら体の中で住み着いたがんにも変わりますから。だけど抗生物質はウイルスを殺すものではないですよ。ウイルスは殺しません。抗生物質は菌を殺すんです。だから白血球とかこの人たちを殺す。ウイルスが残ったままだからがんになるんですよ。まあ、私の父がやっぱり医大生になって、戦争が始まって大学行けなくなったわけですけども、途中でまあ、だいぶ遅い子なんです。もう私が子供の頃に飲まされたものはこればっかりでした。もう本当にだからまた病気するんですよ。白血球いつも殺してるから、またバイキン入ってきたら誰が殺すんやっていう話なんです。だから繰り返し繰り返し抗生物質、もう翌日、もう行きまいか、もう病院ばっかり行ってたような気がしますね。
とにかくでも抗生物質を取ってもやってもこのこっちのバイ菌、バイ菌というものも一緒に、バイ菌はこバイ菌とウイルスは違いますからね、これ菌の方ですから。それがカビがいるんですよ、これカビ、真菌ってね。